これってドラゴン族よね。なんでここに。あなたたちが見ているのは私が渡ってきた星々の記憶よ。再現された末後の光景、私の心に溶け合った終焉を歌うものの一つ。彼らの故郷はすでに滅びていると。ええ。
そうよ。あの星にはもう生きてるものは一つもない。空っぽのまま宇宙の隅を漂ってるわ。彼らも命を持たない影奉仕、永遠に嘆き続け、デュナミスを染めるだけの気候なの。サンクレッドの行方をご存知なのではありませんか。おかしなことを聞くのね。彼ならすぐそばにいるでしょ。そこにも、ここにも、この中域のどこにでも。形はなくなってしまって、言葉も交わせないけれど。ね。はあ、嫌悪と不安の味がする。あなたたち、自分がどうしてそこに立っていられるのか、ちっとも分かっていなかったのね。私、アーテリスに送っている週末と同じに、デュナミスであなたたちのエーテルを食らい尽くそうとしたの。まず最初に、息もできないのに飛びかかってきた、あのサンクレットって人からね。人一人なんて消すのはあっという間だわ。彼は瞬きする間も異形になる余地すらなく消し飛んで。だけどほんの一片だけ残ってみせたのよ。心、魂、そういう核となる部分。彼はそこで、この後に及んで、曇りなく思っていたの。守る、と。その思いはデュナミスを動かしていた絶望より強かった。だから逆に侵食されて、この中域が作り変えられてしまったわ。あなたたちが認識できる形に、生命の存在が許された空間に、今呼吸ができているのなら、それは彼の魂がまだ消されずに抗っている証よ。いつまで続けられるかは知らないけれど。だったらとっとと用事を済ませるまでだ。無駄よ。本当の私には届かない。言ったでしょう。ここは思いだけが真実となる世界。多少作り変えられたところで、その本質は変わらない。見えているだけじゃ触れられないし、歩いているだけじゃ進まないわ。くそ。どうする。ここじゃメーティオンの力はあまりに圧倒的だ。次に同じようなことをされたら。進ませてください。サンクレッドはそのために私たちを守ってくれているのです。私も同意見よ。逃げるのも成果のないまま時間切れも絶対にごめんだわ。
先ほど私が声をかけた時もああして塞いだご様子で、あまりお話を伺えなかったのです。わかった。では私が。いい、俺が話す。おい、お前も例によってくたばるのを待っている輩か。そうは言うがな、お前たちの仲間に俺たちの星までたどり着いた奴がいたぞ。そいつはそこでこう返し、子は多くの眷属をなして今なお悠々と蒼天をかけている。そうだな、奴らは奪われたし、奪いもした。確かに、うちの星にもそんな道を選べる奴がいたら、俺は家族を失わずに済んだだろうよ。だがな、本当に平和を願ってる奴は、そんな風に何もかも諦めて、めそめそとくすぶっていたりしない。理想を持って、ぶつかって、傷ついて、それでも、武器より先に手を差し伸べようとする。そうしてこそ悲しみの連鎖を断ち切れると、俺を救った男が命を張って示していた。お前たちのやっていることは高潔でも何でもない、ふてくされたガキの負け惜しみだ。それっぽっちで譲れないものを背負って戦い抜いた俺とこいつを止められるものかよ。エスティニア、近寄るな。you
こいつがこの場所を行き止まりにしていた思いか。行け、相棒。風が吹いてる。動き出したんだ。ここはもう行き止まりじゃない。作り変えたんだ。サンクレットがしてくれたように、彼が、エスティニアンが、アルフィノ。行こう、風の吹く方へ。私たちを必ず先へ導いてくれるはずだ。
それじゃあ話の続きを聞かせてもらおうかしら。あなたたちが得たという世界の真理について。いいだろう。ただしこの対話の目的は学術的知識の伝達ではない。私たちのそれを君たちが理解することは不可能だろう。よって根拠と証明の過程を省略し、結論とそれを受けて私たちの社会がどうなったかのみを話す。君たちの星が集団パニックを、あの哀れなデネブ3のように起こすことは我々にとっても望むところではない。落ち着きを失わせる時間についての発言はことを曖昧にさせてもらうことを許してほしい。あなたたちのしたいように話してくれて構わないから、本題に進んでちょうだい。原初、私たちの今いる宇宙は小さな点だった。ある瞬間にそれが弾けて広がり出したのだ。恒星の、それも一つの星の表面に張り付いている種族では理解が及ばないかもしれないが、その宇宙の広がりは未だに続いているのだよ。そしてこれが最も重要なことだ。私たちは広がり続けた先に何が起きるのかを突き止めた。星々はあまりに遠く引き離される。そうなってしまった宇宙ではもはや熱は巡らない。全ての星は凍てついたまま、新たな星が誕生することもなく永遠の終わりを迎えるのだ。この結論に間違いがないか、あらゆる方面から検討をした。同時に現実的な回避方法についても星を挙げて研究したよ。それらの研究がトローの例文として私たちの辞典に掲載されるようになるまでね。宇宙は終わりを迎えるし、それを回避することは不可能だったのだ。結末が確定した時点で私たちの発展は頭打ちになった。終わりまではまだしばらくの時間があったが、それが何の慰めになる。考えても満たない。死の誕生以来引き継がれ充実させてきた血の保管庫がやがて跡形もなく消されると分かったのだ。しかもその消失を悔やんでくれる者も、復元を試みる執念深い考古学者も永遠に現れない。宇宙ごと終わるとはそういうことだ。私たちの誇ってきた知識は一点、いかに見当違いで無意味なことを重ねてきたかを示す知れ者の象徴となった。最大の発明だった永遠の生ももはや苦痛でしかない。エーテル焼却装置を使って己を消し去る者が現れ始めた。ここにある火はそうした者たちの自制の言葉を刻んだものだ。それすらも虚しいと残さなかった者は多いがね。私とて消え去りたいのは同じだよ。それは肉体を得て死ぬという手段で実現しようというだけだ。だから
悪いことは言わない。君たちは今すぐして汽炭姫の一切を放棄すべきだ。何も知らないのが一番幸福だよ。原始的なままでいること、それが生命のたった一つの冴えたあり方だったのだ。まさかその程度の話だったなんてね。悪いけれど忠告は聞き入れられないわ。他人の出した唯一無二の答えは私にとっての絶対じゃない。いつだって真実は見る者次第だった。私たちの導き出した終わりが誤っていると。あら、あなた最初に自分で言ったでしょ、イーア族の学術的知識は理解できないだろうとね。事実、今の私にはあなたたちの導き出した結末を証明することも否定することもできはしないわ。それどころか短い一生を費やしたところでイーア族の知見には遠く及ばないかもしれない。けれどね、知ることをやめる方が幸せだなんて私は思わない。やしたら、ダメ、待って！私が得てきた答え、知ることの本質、それは羅列された情報を目に映すことではないわ。自分で納得すること、それができた時知識は本当の意味で糧になった。感動や喜び、時には悲しみや怒りを伴って私を突き動かしてきたもの。宇宙が終わる、すべてが無駄だとしても、こんな面白いこと手放せない。私は私の世界を見通し続ける。あなたたちの結論は好奇心の一つも殺せなくてよ。やはり更新性の生命体か。私たちの忠告を正しく理解できていないようだ。ならば先行く者として君が理解するまで教え込もう。宇宙の真理がどれほどの絶望であるのか。あなたたち落ち着いて聞いてちょうだい。じき私の体も消える。それを元に戻す方法について心当たりがあるの。ハイデリンの力を受けたアゼムの召喚術、魂さえ残っていればそれで私たちを呼び戻せるかもしれない。でもダメ、それでは道がまた途絶えてしまう。あえてこの話をしているのは可能性に気づいても使わないと約束してほしかったからよ。私たちは全員の力で勝ちに来た。だからこそ託された時は進みなさい。ただ前へ。
一緒させてください。諜報活動でもなし、人が多くて困ることはないでしょう。ウリエンジェ、私はあなたほど健康な意志を持ちません。迷い後悔することも少なくない。されどこんな私でも誰かと共にあり、背中を押すことができる。それをこの旅で学んだことを信じたいのです。幸いにして数多の預言師を学んだ身、事実を婉曲にし解釈の幅を持たせることにかけても少々自信がございます。私は願う、あなたやサンクレット、エスティニアに抗う力を、そして残る者たちに進む力を与えんと。確かに悪くないわ。ちっとも負ける気がしないもの。あら、閉じたはずの文明に明かりが灯ってしまったのね。そうよ、ここはまだ私たちの行き止まりじゃない。今にあなたにも届いてみせるんだから。私たちはあそこにいるわ。あれも星なのか。私たちはいくつもの星を渡ってきた。多くはすでに滅んでいたし、かろうじて見つけられた生命も何かしらの理由で生きることを呪っていたわ。でもね、たくさん飛んでみてわかったの。死ですら完璧な終わりではないんだって。だって命は巡るんだもの、星のうちで。それが壊れればもっと大きな輪の中でずっとずっと流転する。それじゃあ苦しい生がまた始まってしまうわ。本当の終わり、本当の救いはね、死ぬだけじゃなくてもう生まれてこないことよ。私たちどうにかそれを届けたかったの。すべての命に、恋しいアーテリスに。巣の核としてあれを作ったのよ。死した太陽、帰らない卵。あなたたちを守る思いが消えるのと、私のところへたどり着くの、どちらが早いかしら。